これは七惑星の順番に私たちの部屋を移動させろということではないでしょうか。部屋っていうと俺たちがカードを使って動かしてるあの部屋か。はい、このカードに書かれている図柄は惑星記号というもので、それぞれ木星、土星、金星や火星といった惑星を指しています。なので、七惑星に対応する順番で、それぞれのカードを使って移動すれば、道が開けるんだと思うんです。なるほど。ひとまず試してみよう。
そうだな。みたいだな。正解だったということでいいんですよね。ここはまた新しい部屋につながってます。多分それでこのメモリカードは前の続きってことでいいんだよね。ここに落ちてたんだ。最初に出てきたのが僕だったから拾っておいたんだけど、中を確認するのは全員揃ってからの方がいいと思って。
そうですね。まずはこれを確認しましょうか。本当に意味あるんだろうな。わかりません。再生するよ。あかり。どうした？あかりが欲しいのか？違う、名前。ああ、なるほど。あかりか。いい名前だ。3日くらいかけて考えた。なあ、そんなに長い間考えてたんなら俺にも参加させてくれてもいいんじゃないか。純が考える名前はキラキラしててよくわからない。キラキラって別にそんな変な名前じゃないだろう。名前？子供の名前だ。
女の子だった？それとも男の子？ごめん。いや、いい。別にお前たちのせいじゃない。ただこのことについては正直あまり話したくはない。生まれるはずの子供がいたとだけ覚えておいてくれ。いえ、大丈夫です。何でもありません。お前たちは結婚してないなら子供はまだだろうな。
まあ多分。なあ、本当に俺たちに共通点なんてあるのか？どういうこと？赤の他人である俺たちに何の共通点があるって言うんだ。大体それを探ろうにもお前たち二人は記憶喪失で拉致が開かない。こっちは言いたくない過去まで掘り返されていい迷惑だ。そうですね、ごめんなさい。まあ元を正せば俺たちをここに閉じ込めた千鶴のせいだからお前たちのせいだとは言わん。だがもうこれきりでいいだろう。人の過去を詮索するのはおしまいだ。
あれは？どうしたんだ、神代さん？なんだ、この化け物は。わかりません。ですが、すみません。もう一度見せてもらってもいいですか？これ、何かを叫んでるように見えませんか？そうか。言われてみれば、そんな風に見えなくもないけど。
メモリカードね。それだけ？紋章のカードは置いてないの？ないみたいですね。
どうします？もう少し探してみないか。いくらなんでもメモリカードしか置いてないとは思えないし。そうですね。ここには置いてないみたいですね。結局収穫はメモリカードだけか。まだその中に何かヒントがあるかもしれません。諦めるのはまだ早いと思います。確かに。まずはメモリカードを確認してから考えよう。ジュンさんはそれでいい？わかったよ。ここを出るためだ。しょうがないだろう。病院に着くからな。危ねえな。何言ってる。お願いで死なせてください。いるか。お母さん。これは何ですか、ジュンさん。思い出した。ちょうど瞳が苦しんで病院に連れて行った時の映像だ。茂みから突然飛び出してきて、一体何を考えていたんだか。ですが、いくらなんでも乱暴じゃありませんか。こっちだって急いでたんだ。実際一歩間違えれば瞳は死んでいた。そんな時に横から出てこられれば苛立つに決まってるだろう。今の人、神代さんじゃないの？は？
僕のこの写真に写ってる上白さんと同じ人に見えるんだけど。おい、ちょっと待て。お前、まさか、あの時の。私が、車の前に飛び出した？走っていて車を呼び止めたら、その男もようやく思い出したようですね。自らが見殺しにした相手のことを。見殺し、俺が神城。危ねえな、何してる。俺が私乗せてください。死ぬか、僕は終わったね。見つけた。乗せてもらえなくて残念でした。あなたが彼女を乗せてさえいればエイトの手にかかることはなかった。あなたはエイトと同様人殺しなのですよ。違う、あの時は瞳を助けるために。何が違うというのですか。山道で車の前に飛び出してくる人間を見て非常事態だと分からなかったとでも言うつもりですか。それがあなたの狙いだったのね。私を生き返らせることと私の死に関わった人たちへの復讐。人を殺した彼らに生きる価値などないのですよ。むごたらしくあがきながら絶望の末に死ねばいい。あなたは生きているはずだった人物、生きているべきだった人物なのです。生きることを望むべきなのです。
当は生きていられた。本当は助かっていたのなら、私は生きていたい。いいでしょう。生きたいのなら、生き返りたいのなら、エイトをその手で殺しなさい。金城さんを？何言ってるんだ、上白さん。さっき、僕を信じるって言ったじゃないか。ごめんなさい。私は、生きて、人生をやり直したい。やだ。待ってくれ！さて、これでその男はもう動けません。あなたの手で、その男に裁きを下しなさい。ひとみ、己の罪を自らの手で償いたいということですか。結構、やりなさい。成功しました。神代マリア、その体を持ってよみがえるのです。その後、私はひとみさんの体を使ってよみがえることになりました。じゅんさんは私を見殺しにした罪を償うと言って自ら命を絶ちました。みんないなくなった後、私は千鶴と共に暮らすことになりました。なぜでしょう。千鶴といるとどこか懐かしい気持ちになるのです。どうしてそうなのかは結局最後まで分かりませんでした。違う。この場に死んでいい人なんていない。誰かを苦しめて生き返るなんておかしい。いいでしょう。ならば好きなだけさまよいなさい。存在しない出口を探すがよいでしょう。ジュンさん、大丈夫ですか。何が大丈夫なんだ。俺はお前を。今はここから出ることを考えましょう。お前おかしいぞ。なぜ何も言わない。なぜ誰も責めない。なぜだ。私はすでに死んでるんですから、生きてる人を苦しめるのは良くないです。くそ、何なんだお前は。それでこれからどうする。
しずるの話を信用するならこれ以上外を目指すことに意味はないということになるけど、あんな奴の話を信用する必要なんてない。俺は外に向かうべきだと思う。本当にそうかな。ここが出口のない空間だったとしてもおかしくないんじゃないか。だったらここで死ぬのを待てっていうのか。あの、一つ提案があるんですけど。何かいい方法でもあるのか。しずるに会いに行きたいんです。は？何言ってんだ、正気か？上白さん、それはやめた方がいい。何をされるかわからない。私たちは千鶴の復讐のために集められた。だとするとあの子を説得することができればひとみさんたちは解放されるはずです。説得できるとは思えない。千鶴の目的は私を生き返らせることだから、私には危害を加えないはずです。だから私一人で行きます。皆さんはここで待っていてください。待った僕も行くよ。千鶴が上白さんに危害を加えないのだとしても他の仕掛けが厄介だろう。俺も行くぞ。その体が瞳のものだってことを忘れるな。皆さんありがとうございます。だがどうやって千鶴のところへ行くんだ。そもそも俺たちはあいつの居場所を知らないんだぞ。ひとまず外に出てみませんか。もしかしたらまた何か変化があるかもしれません。そうだな、わかった。あいつは前に見たやつだ。また現れたのか。おい、あのドア前から入れたのか。いえ、私が知ってる限りあのドアは今まで開かなかったはずです。どうする、行ってみる。おい待て、それこそ罠かもしれないだろうが。だけど他に行く場所もないんだ。一か八か行ってみるべきじゃない。それはそうだが、Thank you.
てみましょう。このまま当てもなくさまようよりはマシだと思います。わかったよ。今さらビビってもしょうがないしな。あいつについて行ってみるか。行くよ。はい。あいつ、待ち伏せか？やっぱり襲ってくるつもりはないみたいだけど、あいつは本当に何がしたいんだ？わかりません。ですがまずはこの部屋を探してみませんか？そうだね。千鶴のところに行くためのヒントがあるかもしれないしね。
顔？一体何のことだ？まだ何かが隠れているのか？仮面といえばあいつのことだと思うけど、見た感じ特に顔らしいものは書いてないな。他にやらなければいけないことがあるのかもしれませんね。それはブラックライトだな。ブラックライト？簡単に言うと紫外線を出すライトだ。特殊なインクで書くと普段は見えないが、そいつで照らすと文字なんかが浮かび上がってくるんだ。浮かび上がる？
なんだそれ、顔？ブラックライトで浮かび上がるようになっていたのか。そうみたいですね。指定された顔がいくつあるかを答えればいいってことかな。多分そうだろうな。ただ指定された顔ってのがよくわからんな。一体どれのことだ。確か仮面で指定されると書いてありました。仮面ね。ここにはあいつしかいないが。つまりこの仮面に描かれた顔が指定された顔ってことでいいのかな。そうだろうな。他に仮面もないわけだし、これと同じ顔を数えればいいってことだろう。そうですね。なんだ？これは。
次の場所へのカードか。あれ？仮面の人がいなくなってます。さっきまでそこにいたのに。本当だ。どこへ行ったんだろう。まさかとは思うが、この部屋に案内するつもりだったのか？
行きましょう。この先に千鶴がいるはず。これは。犯行の儀、死者を蘇らせるための方法。これが千鶴の言っていた実験の正体ってわけか。行きましょう。なんとかして千鶴を止めないと。ああ、早いところこのくだらない実験から瞳を解放してやるんだ。
そうだね、千鶴のところに急ごう。皆さん、先に進みましょう。何でしょう、これは。上白マリアと八木瞳が銀城瑛斗と八木純から一本ずつ計二本の歯を引き抜きドクロに提供すること。本気で言ってんのか、これは。今までにも苦痛を与える罰のような仕掛けはあったけど、ここまで露骨なのはなかったね。私は
やるしかないんならやってやる。瞳のためだったら歯の一本や二本くれてやる。やっぱり開かないか。わかった。僕もやる。口だけじゃなくて身をもって償う必要があるってことだよね。できません。お二人にそんなことするなんて。落ち着け。歯を抜かれるだけならそこまで怖くはない。腕を切れだとか目をえぐれだとか言われてるわけじゃない。俺たちが耐えればいいだけだ。ひとみさんは本当にいいの？純さんや銀城さんの歯を抜くなんて。誰が歯を抜くかまで指定してるくらいだ。千鶴が監視してるんだろう。ズルはできない。お前が俺たちの歯を抜くしかないんだ。わかりました。いいぞ。俺から先にやってくれ。